ございます。皆さんこんにちは、エメバンドです。今日はよろしくお願いします。ではじゃあメンバー紹介から。ギターから、F ね、ギター高野くん。F ね、ギター向井くん。弦ね、ドラムトヨタさん。で、キーボーと D ね、曽根原くん。で、同じくキーボーで F ね、マカロニくん。で、奥、ベース、芸年、三谷さん。で、コーラス、永年、伊藤真由ちゃん。で、ね、ボーカル、バンマスの格闘です。今日はこの8人でやっていきます。よろしくお願いします。今、ワンっていう、明るい曲でし、曲だったんですけど、ここからはちょっとエメの楽曲で多い夜にちなんだ曲をやっていきます。まあ、これからここからも楽しんでいっていただけたらなと思います。世界中の孤独をつなぎ合わせ、悲しみ包むオーロラ、今夜も輝いて、どれくらいの願いを叶えるだろう、どれくらいの想いがまだ見ない明日
ございます。じゃあここでちょっとギターがチューニングしてる間に少しエメというアーティストにちょっとお話したいと思います。エメというアーティスト、私は高校生の時からずっと聴いていて、エメって意味皆さん分かりますか？知ってる人いますか？フランス語で愛するとか、このすごい好きとか、そういう愛にあふれた言葉みたい ですごくその繊細、エメのその繊細さだったり愛情深い声にすごくたくさん私は惹かれてきたんですけど、中でも夜に、先ほどその夜にちなんだ曲が多いって言ったんですけど、本当に悲しみだったり孤独だったり、怖くて眠れない夜でもすごく寄り添ってくれる、そんなアーティストがエメだなと思っていて、たくさん私自身救われてきたので、あと残り3曲ですが、大事に歌えたらなと思います。ここからは午前2時、3時、4時という曲のメドレーになっています。夜中の世界観をちょっと思い浮かべながら聴いていただけたら嬉しいです。
このバンドは実は去年のコマサイでできなかったアメバンドのリベンジバンドです。このメンバーの皆さん、その時はできなかったバンドですが、今回このメンバーでして自分自身がその現役の間でこの素敵な機会でフリースターという機会でできるバンドをやることができてすごく嬉しく思っています。そして最後にバンドメンバーの皆さんに私自身は至らないところが多すぎるバンマスだったんですけど、コマサイの時からずっと支えてくださって助けてくださってここまで一緒にやってきてくださったことを本当に感謝しています。ありがとうございます。次最後の曲になります。夢バンドでした。ありがとうございました。伝えたいことも